ちは、それでは今日は実際にそのトレーラーに車を乗せて、今日はトラックデート、今週のウィークエンドなので用意してみたいと思います。このようにして乗れるわけです。一人で。これが最終的な対談のシステムです。私の車は見えますでしょうか。この、下にクロスさせて一本ずつ後ろにタイトします。サイドタイヤなんですが、これトレーラーの会社がつけたタイヤの対談ですね。なかなかいいシステムですよ。今片方だけ見せてますけど、向こう側も同じです。それでこの前のタイヤもそうで、もう一本またセーフティーに中にあるんですが、ここからクロスさせて前に持ってきます。それで前を通してこういうふうにここでタイヤダウンします。合計タイヤが4本、それで後ろが2本、前が2本ですので6箇所、6箇所こういうふうに縛り付けて移動します。